こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションラインですね、これが2年ぶりに復活ということで、今回の動画ではしっかりと解説をしていきたいなと思っています。まあ、このニュースはですね、ちょっと前にユニクロのですね、冊子の方でちょっとこう言及されている部分があったので、ひょっとしたら今期は発売されるんじゃないかという噂があったわけなんですが、期待通りにですね、久々にですね、この2つのコラボレーションラインが復活を遂げたわけですね。まあ、ホワイトマウンテニアリングというのはですね、まあ、ファッションが好きな方であれば名前は聞いたことがあるブランドかなと思います。お店はですね、代官山ですとか伊勢丹メンズ課の中にですね、ちょっと一部取り扱いがあったりするので、僕もですね、時々訪れるんですね。実際今僕が着てるこちらのシャツなんですけども、ホワイトマウンテニアリングのもので、僕自身も結構愛用しているブランドでもあります。ただ僕はですね、シャツ系とかちょっと綺麗なアイテムをホワイトマウンテニアリングで買うことが多いんですが、もともとはアウトドアウェアですね、このあたりをベースにしながらも、ガチのアウトドアブランドではなくて、都会でも着こなせるような機能的だけどもデザイン性が非常に優れた、そういったアイテムをですね、多数リリースしているのがホワイトマウンテニアリングなんですね。おしゃれは楽しみたいんだけども、あまり小綺麗すぎる着こなしではなくて、ガンガン活用したい、なおかつ通常のアウトドアブランドにはないようなデザイン性も追求したいという方には、バチッとホワイトマウンテニアリングはハマるかなと思ってまして、僕もこのテイストは大好きなんですが、やはり価格帯が結構高いんですね。まあ、使っている素材自体も非常に良いものが多いですし、あとはデザイン的にも派手さがあるわけではないんですが、非常に凝っていてこだわりが深いので、その分ですね、お値段はどうしても安くはないんですが、そこをですね、ユニクロとコラボレーションすることで、価格帯を一気に僕たちの現実的なラインまで落とし込んでいるというところでは、非常に優れたコラボレーションラインかなと思っています。まあ、ちなみにですね、ユニクロっていろんなブランドとコラボレーションしていますが、相性がいいところと、ちょっとこれどうかなっていうところ、正直分かれるかなと思っています。まあ、もともとユニクロの世界観としてはベーシックなライフウェアというところ、ここがベースにあるので、まあ、その世界観とすごくマッチしたブランドだと、すごくハマりの良さを感じたりするんですね。そういった意味では、この2つのコラボレーションって相性抜群だよねというものもあれば、ちょっと世界観遠いかなっていうところもあったり、それは具体的にどことは言わないですが、まあ、そういったハマりの良さとあんまりイマイチなところっていうのが、まあ、分かれるんですが、ホワイトマウンテニアリングのコラボレーションはめちゃくちゃ相性が良かったなと思ってまして、僕も2年前にですね、いくつかアイテムを購入してですね、未だにそれを愛用してるんですね。まあ、後ほどですね、商品の解説とともに、今回は僕の私物のホワイトマウンテニアリングとコラボレーションラインですね、2年前のものを持ってきていますので、まあ、そちらを着ながら解説をしていきたいなと思っています。まあ、ちなみに今回はですね、アイテム数としては結構限られていまして、2点なんですね。1つ目がリサイクルハイブリッドダウンジャケットで、2つ目がフリースフルジップパーカーということで、この2型のみというところで、もうちょい多かったら嬉しかったなというような気持ちはあるんですよ。ただいろんなですね、アイテム数があるよりもぐっと絞り込んで、その1点ずつのクオリティだとか使い勝手が良ければ、まあ、そちらの方がかえってこうブランドの世界観も崩れないし、売れ残ったりもしづらいのかなと思うので、個人的にはこの2型っていうのはすごく良かったんじゃないのかなと思っています。で、この2つのアイテムをですね、今回は見ていきたいなと思ってるんですが、パッと見の感覚では2年前のアイテムと結構近しいんですね。これ実際に比較をしてみると分かりやすいかなと思うんですが、ベースはそんなに大きく変わらないかなと思っています。まず1点目から見てみましょうか。リサイクルハイブリッドダウンジャケット、こちらはですね、ユニクロの通常ラインにある、まあ、ウルトラライトダウンですね、このあたりのデザインをベースにしながら、ホワイトマウンテニアリングらしいですね、デザインをうまくですね、ミックスさせた、そんなアイテムになってるかなと思っています。いわゆる真冬に着るようなガッツリとしたダウンではなくて、割とライトでサクッとニットの上に羽織って着れるような、そんな感覚のダウンになってるかなと思います。僕はこのあたりのですね、そんなにガチじゃないダウンって好きで、もうカーディガンとかライトのアウター感覚で気軽に羽織ることができるので、意外と使い勝手いいんじゃないのかなと思っています。このアイテムに関してはダウンの量もそこまでですね、ガッ
つり入ってというよりは割とサクッと羽織りやすいような適度な厚みに抑えられているのが個人的にはすごく使い勝手のいいポイントかなと思います。前身頃の部分にはダウンが入ってるんですけども、袖の部分だとか背中の上部の部分は中綿を使ってるんですね。そうすることで全部ダウンのものよりも動きやすかったりするので、まあ割とですねライトに着ていくダウンという形ではこれは使い勝手がいいかなと思います。ここでちょっと実際にですね僕が持っている2年前のものもですね着ながらさらに解説ができればなと思うので、ちょっと羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。2年前のモデルなんですが非常に完成度が高いので今でもですね気に入って時々着ています。これいいところがですね割と男性にも似合うんですが女性もですね使い勝手が良いので我が家では夫婦兼用で使ってるんですね。まあ、新しいモデルも同じようにですねぜひ奥さんですとかパートナーの女性とですね一緒に使っていただくというのもいいんじゃないのかなと思っています。ベースデザインは結構似ているんですけども、このキルティング部分ですね波状のキルティングになっていて、ここがですねちょっとデザイン的にもアクセントになっていて個人的にはすごく気に入ってるポイントですね。で、襟元のデザインなんですけども、2年前のものはノーカラーですね。特に襟がついてないような形になっていたんですが、今回新しく出るものに関しては襟がついています。まあ、シャツでいうところのスタンドカラーみたいな形で少しですね高さのある襟がついているというところでは、まあ、最近のトレンドというところをですねうまく拾い上げてすごくバランスのいい見た目になってるかなと思います。まあ個人的には結構スッキリとしたノーカラー大好きなので、これはこれで継続して使いたいなと思うんですが、スタンドカラーも最近の流れとしては多くなってきてますし、僕自身の私物の中にも結構多いディティールなので、これもですねちょっと気になるところではあるんですね。で、ディティールで言うとこの部分ですね、縦にこうジップが入ってたりだとか、そのあたりも個人的にはホワイトマウンテナリングらしくてすごくいいなと感じています。まあ、それ以外はもうユニクロのですね定番のウルトラライトダウンと近しようなすごくベーシックなデザインではあるんですが、やりすぎない形でホワイトマウンテナリングらしさもうまくミックスしてあるので、これは結構長く使えるんですよ。現に2年使ってまだ飽きないぐらいなので、ユニクロにもいろんなコラボレーションラインありますが、一過性のものだけではなくてすごく長期にわたって使えるような名品になっているのかなと思います。で、今回カラー展開は3色になっていまして、ブラックとブラウンとそしてオリーブですね。僕が今着てるものも確かオリーブという表記だったと思うんですけど、この色味と今回のオリーブはまた色味が全然違いまして、今季のものはどちらかというとダークグリーンに近いようなそんなですねオリーブになっています。よりクリーンな見え方になってるんですね。まあ、僕が着てるものが割とこうオリーブとブラウンの中間ぐらいの色味で、ちょっとこうミリタリー感があるというか野暮ったさも出るようなオリーブなんですが、だからこそ個人的には癖になってよく着てるというところで非常に気に入ってるんですね。まあ、それよりももうちょっとクリーンな見え方のオリーブになってくるかなと思います。で、このような商品ってサイトの商品の物撮りだけのものと、あとは着用してあるものそれぞれですね全く同じものを使っているはずなんですが、やはり光の入り方だとか撮影環境によって色の見え方が変わってくるんですね。物撮りだけのものは割と深めのダークグリーンに見えるんですが、モデルさん着用の外で撮ったものは割とですねそこまで深い感じのグリーンではないんですね。個人的にはもうちょっと深いダークグリーンの方が好きなんですよね。なのでオリーブもすごく個人的には好きな色なんですが、まあ実物を見てから検討したいなとは思っています。もう一色ブラウンですね、このあたりも物撮りの写真を見る限りでは割と深めのいい感じの色合いなんですが、これも外で撮ってあるものを見るとやっぱりちょっと明るい感じになっていますよね。オリーブだとかブラウンのようなちょっとこうアースカラー的なものは個人的には少し深めの色の方が好きで、そっちの方が上品に見えるし、チープに見えなかったりするので好きなんですが、そのあたりの色味ですね、この深さは実物を見ながら検討していきたいなと思っています。そしてまあブラックに関しては言うまでもなく大鉄板ですね。個人的には長く使えるようなアイテムになっているので、ブラック買っておくのが間違いないかなと思います。実物を見てオリーブとブラウンの色味がすごくしっくりくるのであれば、まあどちらかを選んでみるのもすごくいいかなと思います。僕は前回このオリーブ色を買ったので、今回はまあブラックあたりがいいかなと思いつつ、ほぼデザイン変わらないので、買うかどうかもちょっと検討中というところですかね。まあ名作と呼べるようなアイテムなので、これは持っておいて間違いないかなと思います。
います。まあ、価格は7990円ですね。ダウンで、しかもホワイトマウンテナリングのデザインのエッセンスが加わっていて、この価格というのは、まあ、ちょっと他ではありえないような値付けなので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいですね。表面の質感も今近くで見てますけども、ややですね、こう、シワ感があるような加工になっていて、このあたりのおかげで、長く着ていても、着用感というか、古くなったなっていう感じがあんまりしないんですよね。なので、一回買えば長く使えるような、ライトのアウターとしては非常に使いやすいと思うので、ぜひ皆さんも楽しみにお待ちいただければなと思っています。続いて2点目はですね、フリースフルジップパーカーですね。こちらの方も2年前ですね、似たようなアイテムが出ていたので、僕にとってはですね、結構見慣れたデザインで安心感があるんですね。これも使い勝手がめちゃくちゃ良くて、まあコラボレーションラインの服とかいろいろ買うんですけども、何年も使い続けるものっていうのはある程度限られてるんですね。というのも僕自身も毎年ものすごい量の服を買うので、まあある程度断捨離していかないと、クローゼットの中がパンパンになってしまうんですね。その中でも長く残り続けたものというのは間違いなく名作だと思うんですが、ユニクロとホワイトマウンテナリングのコラボレーションのフリースジャケット、これはですね結構良かったので未だに秋冬に使ってますし、あとはですね結構よく使ってるシーンとしてはアウトドアですね。キャンプに行く時とかにもすんごい使ってるんですよね。相性がめちゃくちゃいいので、確か2年前のコラボレーションラインは家族全員で着てました。子供用もあったので家族全員ホワイトマウンテナリング一色で着ていたのを覚えていますね。こちらもですね、やっぱりちょっと着た方がわかりやすいかなと思うので、ちょっと羽織りながら解説をしてみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたがいかがでしょうか。まあ、改めて着てみるとですね、やっぱりいいんですよ。これもですね、まあ、フリースということで今までいろんなものを買ってきたり見てきましたが、その中でも満足度は結構トップ3に入るぐらい非常に高いような仕上がりになってるかなと思います。まあもちろんですね、高いフリースを見ればですね、良いものはたくさんあるんですが、あまりに高いとそもそも買いづらいよねっていうのもあると思うんですね。まあ、フリースというアイテム自体、着るシーンとしてはやっぱりちょっとアウトドアだとかラフに過ごしたい時に着るものなので、そういった時にすんごい高いフリースって着づらいんですよ。そこがユニクロの価格帯でホワイトマウンテナリングらしいですね、ディティールが盛り込んであるこちらのフリースは非常にバランスが良くて、まあ満足度で言ったら非常に高いなと思ってるんですね。まあデザイン的に2年前のものと今年発売になるものの大きな違いはこの首周りですよね。これ見ていただければ一目瞭然で、2年前のものはですね、首元すっきりとしたデザインになっているんですが、今年はフードがついてるんですね。ここが大きく評価が分かれるところだと思います。フードがついて良かったと思う方もいらっしゃれば、フードつかない方が良かったなという方で分かれると思います。ちなみに個人的には、フードはなくてもいいかなという派なんですね。これなぜかというと、レイヤーを組む際に、フードがあるとちょっと邪魔になるかなというところですね。2年前のフリースの良さというのは、首元がスッキリとしてるので、この上にロング丈のコートとかアウターを着てもですね、バランスよくはまるんですよね。そこがすごく良かった点で、先ほどのダウンに関してもそうなんですが、2年前のものはノーカラーで、今年はスタンドカラー。スタンドカラーぐらいだったら、もちろん重ね着のベースとしても使えるのでいいかなと思うんですが、このフード付きはですね、ちょっと重ね着ベースというよりは、あくまでアウター感覚で着るというところが、より強まったような商品になったかなと思います。もちろんですね、着方によると思うんですよね。これはこれであんまり重ね着しないよという方であれば、僕はですねフード付きすごくいいかなと思いますし、確かに重ね着するよりも単体で様になるのがこのアイテムの魅力ではあるので、そこに関してはあんまり気にしなくてもいいところなのかもしれません。デザインベースはそこまで大きく変わったという形ではないんですが、ただよく見てみると変更点がいくつかあるので、もう少し深掘りしながら見ていきたいと思います。で、こちらのフリースの特徴なんですけども、異なる素材感のフリースを2種類使っているというところなんですね。まずは本体部分ですね。こちらには毛足の長いフリースが使われていまして、まあ袖部分はこちらもそうなんですけども、割と表面がスムースな雰囲気のフリースが使われています。多分こちらの腕部分の方が一般的なフリースとして想像されるものかなと思っていまして、このあたりのちょっとこう、微妙に素材感を変えながらアプローチをしているというところが、まあすごく凝っていて、個人的にもすごく
く気に入っているポイントなんですね。で、胸のポケットの部分なんですが、ここはですね、ポリエステの素材を使っていて、またちょっと光沢感とかが出たりするので、良いデザインのアクセントになってるんですね。これは今年のものも多分同じようなディティールになってるかなと思います。で、胸の部分にはこちらもそうですが、ジップがついていて、縦に開閉ができて、ポケットが腰にもついているというところで、やっぱアウター感覚で着れるかなと思います。で、腰周りのポケットがちょっとですね、今季のものはデザイン的にもアクセントがありまして、ポケットの入り口あたりですね、ここも別生地が使われているんですね。このあたりも細かい点ではあるんですが、デザインのちょっとしたアクセントになっているのかなと思います。で、これは個人的なわがままなんですが、ユニクロのアイテムって、こう、ダブルジップのものってあんまり多くないんですね。だからこそこちらのフリースがダブルジップだったらより完成度が上がったなとちょっと思ったりしてるんですね。だけども仕上がりとしては非常に良いですね。フリースになってるんじゃないのかなと思います。まあフリースというよりはもう空洞がついているパーカー的な位置づけなのかなと思うんですね。で、カラー展開はですね、4色になっていまして、ブラックナチュラル、ダークブラウンにダークグリーンという形の4色ですね。これ色選びがかなり難しいなと思っています。というのも先ほどのですね、ダウンに関しては割とですね、ブラックが鉄板だなと思ったんですね。オリーブとかブラウンがちょっと色がですね、明るい感じがするかなと思ったんですが、こちらのフリースに関しては光沢感もないですし、結構深めの色合いになってるんですね。まあダークグリーンでも割と深いですし、ブラウンに関してもかなりですね、チョコレートに近いような色味になっていて、外で撮影してあるですね、画像を見てもダークブラウンすごく深みがあっていいですし、オリーブも外の撮影だとやや明るくなりますが、これぐらいの感じだったら個人的にはいいんじゃないのかなと思うので、結構絞り込みが大変です。なんかちょっと爽やかにですね、ナチュラルカラーを着るのもいいなと思ってまして、というのも2年前のものは子供用に買ったやつはこのようなナチュラルカラーだったんですけども、それがすごい可愛くて、僕が着るのはどうかなとは思うんですが、子供だとかあと女性ですね、まあハマりがめちゃくちゃいいので、ナチュラルというカラーもですね結構いいなと思います。で、大鉄板のブラックもいいかなと思うんですが、まあ個人的にはですね、今季はブラウンかオリーブのどっちかちょっと買いたいなとは思ってますね。実物見て色の深みですね、ここ次第で選びたいなと思うんですが、全色すごくいいっていうところで、まあ悩ましいところではありますが、これは秋冬のアウトドアシーンだとか外遊びの際にはめちゃくちゃ活用できると思います。そういえば、まあこのフード付きのものってどう使おうかなと思ったんですけども、先ほどのダウンと一緒に重ね着するのもいいんじゃないのかなと思いました。まあスタンドカラーなので、ここの襟元がどう収まるかっていうところがちょっとこう心配ではあるんですが、その2つのですね、重ね着なんかも悪くないんじゃないのかなと思っています。まあこのあたりのホワイトマウンテニアリングのコラボレーションラインって、ユニクロ U のアイテムですとかユニクロの通常ラインのアイテムとの親和性も高いので、いろいろな着こなしができるかなと思います。ユニクロ U のパラシュートカーゴパンツと合わせてみたいだとか、内側にはユニクロ U のモックネックの T シャツを着たいだとか、まあそのあたりとの相性も良かったですので、まあいろんなコーディネートも作れるかなと思うので、ぜひ皆さんこちらのフリースジップパーカーですね、4,990 円ということで、まあ買いやすいし、皆さんのフリース市場で、まあ他に類を見ないような立ち位置になってくれると思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では2年ぶりとなりますユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションラインですね、まあ、こちらですね、全2型ということでそんなにバリエーションは多くないんですが、こちらのアイテムに関しまして、まあ、僕自身もですね、2年前に買ったものが今もですね現役で活躍しているので、そちらを実際に着ながら解説をさせていただきました。まあ、もちろんベースのデザインとかそういった方向性は変わらないので、まあ、持ってる方はですね、まあ、2年間着たということで、まあ、改めて新調するのもいいかなと思います。まあ、デザインの変更点としては襟の部分ですね、ここが大きく変わったよという感じでしょうかね。ダウンだったらノーカラーからスタンドカラーになって、フリースに関してはスッキリとした襟元からフード付きのパーカータイプになったというところで、まあ、少し変化が見られるのかなと思っています。まあ、正直ですね、ここは前回の方がより好みだったという方もいると思いますし、まあ、今回のアップデートポイント非常に好きだという方もいて、まあ、2つに分かれるかなと思うんですね。ですがいずれにしても完成度
度非常に高くて、この価格帯でホワイトマウンテリングの世界観を味わえて、なおかつユニクロとの相性が非常に良かったというところですね。ここは変わらないので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思います。まあ、10月13日ということでユニクロ U が発売されて、またホワイトマウンテリングということで10月は忙しくなりそうですね。ぜひ皆さんも予算を確保しながらですね、このコラボレーション楽しみに、まずは店頭で試着をしていただければなと思っています。まあ、これからもですねこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか触れることができないセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、まあ、まさにホワイトマウンテリングとかも好きで、実際に僕自身も買っているわけなんですが、まあ、そのあたりのですねブランドなんかは、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本のですねライブ配信もやっています。皆さんからいただいたご質問にその場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンもやっています。こちらの方ではですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日発信をしています。僕も毎日記事を書いてますし、僕以外の専門家の人ですねも記事書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができて、まあ、最近人気なのが大山俊の甘口診断というもので、皆さんが投稿していただいたコーディネートの写真に対して、なるべく甘口で褒め称えながらも、この点を変えるとさらに良くなりますよというようなアドバイスも行ってたりするので、気になる方はですねこちら動画の下の概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。